1944フェアチャイルド・アーガス3、フェアチャイルド24は1930年代に開発されたアメリカ合衆国の軽輸送機である。4座席のパラソル翼の単葉機で、アメリカ陸軍では UC-61 として採用され、イギリス空軍にもフェアチャイルド・アーガスの名前で採用された。1930年代はじめの大不況は、 航空会社からの旅客機の受注を激減させたので、フェアチャイルド社は、個人顧客向けの信頼性が高く頑丈な小型の機体の開発を目論んだ。2座席のフェアチャイルド22は、ある程度成功し、1932年に初飛行したフェアチャイルド24は、操縦性の良さと居住性で1930年代、初めに人気を集めることができた。ブレーキや、 開閉式のウィンドウなど多くは自動車の部品が流用されていた。価格の安さと修理のしやすさ特徴であった。基本的な設計を変更せずに1932年から1948年まで生産が続けられた。補助席の追加やオプション部品の追加は行われた。ワーナー車とフェアチャイルド車製の 2つのメーカーの 125HP から 200HP までの異なる出力の各種エンジンが装備して生産された。が装備されて生産された。特徴の一つは整備の不十分な草地の飛行場で運行できるように油圧のダンパーを使った頑丈な主脚で複雑な構造であったが大きな衝撃を吸収できた。さらにフロートをつけて水蒸気とすることもできた。 頑丈な構造は50年以上経った後も飛行可能な機体があることで示されている。メリーランドの子会社、クライダー、ライスナーエアクラフトで1932年から1948年の間生産された。フェアチャイルドで1500機の民間型が生産され、戦後はテキサスエンジニアリングマニュファクチャリングカンパニーが製造権を買い取り、280機を生産した。 民間用はビジネスマンやハリウッドの俳優などに購入された。1936年にアメリカ海軍が研究用及び機上訓練機として GK-1、JK-1 の記号で採用した。陸軍が軽輸送機として採用し、沿岸警備隊も J2K として採用した。市民航空警備隊も多数のフェアチャイルド UC-61-24 を運用し、 何期かは第二次世界大戦の初期には2発の100ポンド爆弾を搭載して東海岸の沖のドイツの U ボートの警戒に使用された。UC-61 はアメリカ海軍では GK-1 としてイギリス空軍ではフェアチャイルドアーガスとして採用された。1941年にアメリカ陸軍が C-61 として163機の発注が 行われたが、そのうち161機は、レンドリース法で海外に供与されることになった。この CE-61 を含む525機のフェアチャイルド24は、イギリスに送られ、アーガスアイとして使用され、性能向上型のアーガス2と共に、航空輸送予備部隊に配属され、工場から実戦基地に航空機をフェリーするパイロットの輸送に用いられた。 さらにエンジンを変更したアーガス3も生産された。また、1938年9月には、大倉商事によって1機の回 -24K が分解状態で日本に輸入されており、立川飛行機によって組み立てられた後に日本陸軍に納入された。陸軍では参考研究機として用いられた後に、熊谷陸軍飛行学校所属の連絡機となり、同行の校長だった。 加藤敏夫大佐が上記とした。戦後は短距離の空輸をする小規模なチャーター航空会社向けや個人オーナー向けに販売された。フィンランドやイスラエル、カナダ、オーストラリアなどでも軍用に用いられた。野沢ただし、日本航空機総集輸入機編出版共同社、1972年164ページ、全国書誌番号。 69021786スポーツフライングマガジンチャレンジパブリケーションズカノーガパーク CA、フェブラリー1968ザ・フェアチャイルドエストラクテブル24ロスコーディリングありがとうございます